よし、俺も帰ろっと。え、何言ってるの、せっかく参加できたのに。あ、いいよ、結構お昼に見てもらったし。よくないって、私に合わせることないよ。すみれちゃんは一言言えばいいの、帰ろうって。ご主人様なんだからね。帰ろっか。じゃあ荷物取ってくるからちょっと待ってて。岩谷さん。安住先輩。急にいなくなったから。岩谷さん、どうかした？え、俺のこと怒ってない？あ、ちょっと疲れてただけで、気のせいです。本当に？はい。よかった。ちょっと出ない？明日は会社行くの？あ、はい。直接出社して早めに帰ろうと思ってるんですけど。ももに帰れなくなったって伝えなきゃ。じゃあさ、帰るとき連絡くれれば迎え行くよ。荷物多くて大変でしょ。え、あ、別にそんな。いや、遠慮しないで。っていうかこれ、岩屋さん家に上がり込むための口実だから。え、先輩、あ、結構酔ってますね。先輩。見られた。先輩。ももに見られた。先輩、ごめんなさい。ここじゃちょっと。あ、そうだよね。こんなとこ、ごめん。え、なんか飲み物買ってきましょう。あ、いや、俺が行く。あ、私が行きます。先輩酔ってるから。ごめん。姉ちゃん、どうした？たけしが走って出てくのが見えたから。ああ、ちょっと散歩に。そんな荷物持って？これはせっかく無理って参加させてもらったんだよ、セミナー。だから戻るって。たけし、ねえ、たけし、ねえ。